はい。皆さん、こんにちは。マンダリュウルイジです。では、今回は、ギレンの野望、青き星の覇者、マクベプレの続きをやっていきたいと思います。前回はですね、連邦軍がトリトン基地、これの奪還にやってきたので、撃退したというところまでプレイを進めていきました。今回はその続きになります。では、早速見ていきましょう。ついに南米上陸作戦、ジャブロー攻略に向けてと、まあそういうことになるんですかね。さらに本国でも別の作戦が検討されている。このまま行けば、まあ地球の統一、制圧は時間の問題ですよね。グラナダのキシリア中将より通信。結局でも、シーマのね、海兵隊、派遣の要請をしたものの、まだ何も、その後、連絡来てないですよね。どうなってるのかな。で、ジャブロー攻略の次の話が出てますね。停戦交渉や戦後政策をめぐって、デギン・ゴード・ギレン総帥が内閣や議会を巻き込んで対立を深めている。これはギレン VS デギっていうね、そういう構図も見えてきますけど、その前キシリアはデギにつくんですよね、きっとね。ドズルがどういうポジショニングするのかすごく気になるな。さて、ではズゴク以外で可能になったという話ですね。ハイゴグと、まあ、比較してみて、ズゴクにするのかハイゴグにするのか、これは確認したいと思います。さらにザメル、ザメルは長距離支援用としてはギャンキャノンに代わる、まあ、モビルスーツとして配備してもいいかもしれないな。問題はザメルが一機編成なのか、それとも、三機編成なのかですね。そこを確認してみましょう。で、サイド3の司令部より、昇進の通知。おぉ、中将に昇進したが、これででもキシリアとね、階級では並びましたね。シリアが中将ではなく大将になり、ガルマがね、少将のままとかってなると、だいぶ勢力図も変わってきそうですけど。軍団の規模拡大、9部隊まで増えました。で、主力部隊も6部隊まで編成か、今まで5部隊だったのが6部隊に増えるというのは、助かりますね。サイド3より連絡。親衛隊からの発案に基づき2度目のコロニー落としが検討されている。そうか、ジャブロー攻略、攻略のためにコロニー落としまでするか。ジャブロー攻略に向けては現状の地球の状況を見ると十分地球軍だけで倒せそうですけどね。ジャブローの攻略は地球方面軍に1人。北アメリカから南下するルートとオセアニアから上陸するルート。さあ、ビッターが北アメリカルート、当然これガルマも北アメリカルートを選択すると思います。一方ウォルターはオセアニアルートなので、そうだな、まあ
ウォルターとの友好度が下がっているというのもありますし、今回はウォルターのオセアニアルートを選択しましょう。まあ予定通りですかね。ガルマとビッターが北米ルート。で、マクベ、ウォルター、それに有利が南米ルートですね。では、これで進めていきます。はい。ルートに関しては南米ルート。うん、オセアニアルートが採用されました。ちなみにガルマも中将に昇進してましたね。まあ当然ですかね。ザビ家の一員なので。では、続いて、補充要員。これは、誰が補充されてくるのか。ソロモの宇宙攻撃軍所属のベテランパイロット。いや、名前を出してほしいな。ニュータイプ部隊の派遣を求めるものも少なくありません。ということで、ベテランパイロット部隊なのか、ニュータイプ部隊なのか。これ、ニュータイプ部隊でしょ、どう考えても。ニュータイプ部隊と、ベテランパイロット部隊。一体、誰がいるのかっていうのを確認したいですが、まあ、ここはやっぱりニュータイプ部隊の方が興味あるよな。ニュータイプ部隊にしましょう。はい。ここも意見通せましたね。ニュータイプ部隊に誰がいるのか。むちゃくちゃ気になりますけど。それは早くても次回かな。まあ、シャアとかが入ってきてくれるとね、嬉しいですけど。では、サンチャゴ攻略、進めていきたいと思います。まずは、ズボック、イーとザメル。これのね、ステータス確認していきましょう。特にザメルは気になるよね。どれほどのものなのか。まあ、ただ、1期遠征か3期遠征か。ここで、だいぶ見方も変わってくるからな。なんか1期遠征な気はしますけどね。ザメルになってくると。1期遠征ですね。耐久が375。もはやモビルアーマーに近い能力かな。森山が三角か。スナトリク。この後、ジャブルを、ジャブルを攻略に関して言えば、森林地帯になるので、一旦ザメルの配備は見送りましょう。で、ギャンキャノンのまま進めてみましょうか。で、特に問題なければ、そのまま進んで、火力不足になってくるようであれば、一旦ザメルに変えていきましょう。で、ズゴック E がご覧のステータスですね。耐久120。運動性能が25。ハイゴングと比べて、まあ、どっちが優秀かっていうところかな。ハイゴングよりはるかにズゴック E の方が強いね。では、ズゴック E に、変えていきます。編成を見直していきます。では、サンチュガオエリアの攻略開始していきます。で、部隊の編成の方なんですけども、ザメル、配備しました。今まで5部隊しか出撃できなかったものが6部隊出撃可能になりましたので、第6部隊目の方にザメルを配備することにしました。で、ズゴック E の方は、第5部隊サイクロプス隊としていたハイゴックの代わりにズゴック E を配備しています。ブライトがいるな。少し距離をとって確実に撃破していきましょう。まあ、迎撃する体制ですかね。はい。では、サンチャゴ攻略戦完了してまーす。では、幹部会議2件ですね。天族希望とグラナダへの人員派遣。グラナダへなんだ。グラナダからではないですね。天族希望については、まあ、誰がどこに移動するかによるな。賛成反対は。ウォルターから提案ですね。シャリアブルか。これニュータイプ部隊じゃないか。いや、シャリアブルに関しては反対だ。自分が欲しい。いや、ウォルターにシャリアブル持ってかれたな。
ここは取り返しましょう。では、キリング中佐からの提案。内容は、ルビコン作戦遂行のため、特殊工作任務。いやー、これはさー、どうしようかなー。アレックスの話ですよね。ポケットの中の戦争。まあ、そこに出てくる話ではあるので、サイクロプス隊をグラナダ基地に派遣するか否か、これは断固拒否だよ。むちゃくちゃ下がるからね、戦力が。反対しましょう。はい、反対で押し込みました。ニュータイプ部隊の補充がされてるんだったら、連続工作していきましょう。サンタクルス攻略の前に提案。連続シャリアブル、ララースン、マリオンウェルチ。ララーからだな。でシャリアブル、ララー、マリオン全員もらう。ウォルターを敵に回してでも。これで次回ね、3人、まるっともらっていきます。では、サンタクルス攻略戦、始めていきます。舞台の編成は前回と変えてないですね。ここも、敵さんは、カイジ・セイラ。同じく迎え撃つ体制の方がいいかな。念には念をということで、ちょっと距離をとって、確実に先制攻撃を打てるようにしておきましょう。はい。これで攻略完了になります。モビルスーツが強くなってるね、連邦の方。AP ポイントを節約しながら進めていきたいので、まあ、撃破されないようにね、気をつけていきたいと思います。今回は、幹部会議で3つ、マクベイの方から発案していて、ニュータイプの3人をね、囲い込もうとしてますので、確実にそれを通していきたいと思います。で、ギャン・クリーガー。圧倒的な白変性能を備えたギャン系最強の機体。これ、一軒編成かどうかだな。ケンプファーは絶対一軒編成ですよね。さらにダブで配備可能になりましたということですね。ガウの代わりに使うかどうかというのを少し検討しましょう。では3件通していきます。はい。ララーは取れました。となるとシャーも欲しいよなぁ。まあ、シャアになってくると多分イベントでの加入になるのかな。続いてシャリアブルですね。これウォルターのところに取られたシャリアブルを、マクベのところで引き抜こうという案です。はい。シャリアブル、なんとか獲得できました。これでニュータイプである2人、シャリアブルとララーを獲得できましたね。このまま3つ全部通したいけどな。なかなかね、厳しくなってきてるので、気をつけていきましょう。では次、マリオンですね。はい。これでマリオンも獲得できましたね。3人の転属、すべて通せました。これで、また戦力が増強できるかな。パイロットのあるなしで、だいぶ変わってきますからね。ここは、この3人をうまく使っていきたいと思います。では、リマ攻略戦始めていきます。部隊の方にはですね、今、転属してきてくれたパイロットを乗せておきたいと思います。では、リマ攻略戦始めていきます。一応ですね、マクベにダブで配備して、ケンプファー、あとはギャンクリーガーも、1機ずつ配備しました。これで様子を見ていこうかなと思います。まあ、確実に、
戦力はアップしてきているというものの、連邦軍の方もね、モビルスーツの性能すんごく上がってきているので、まあ、油断は、まあ、できない状況かなというふうには思います。まあ、先制攻撃確実にね、当てていきたいと言っていたところで先制攻撃される。ちょうどダブデのところだな。これアレックスじゃないの？一番前にいるの。ここにギャンクリーがいますね。中衛に入れてます。どうしても一騎編成の敵が相手だとね、なかなか前衛に出しづらいっていうのもあって、中衛に入れてみました。さすがにギャンマリーヌの格闘3発入れたらアレックスも落とせるな。では壊滅させていきます。これでリバの攻略完了してます。少しザメルの火力がね、不足しているような気がするので、ザメルの代わりにやっぱりドワッジを配備していこうかなと思います。では兵器の改良計画ですね。誰が何を発案してきたのか。ビッターから、ズゴック E に回収を変えるべき。これは賛成してもいいかな。すごくいい、強いですからね、今のところ。はい、すごくいいの改良計画が承認されましてね、 5% 能力がアップされたと思います。ではセルバ攻略、開始していきましょう。デルバになっちゃいましたね。セルバ攻略、開始していきまーす。水中ガンダムが出てるな。まだビッグドレ。水中ガンダムは要注意だな。どこで戦うかですかね。陸に上げてから戦う方がいいかな。海も水中型ガンダムに乗ってるな。で、我々もまあダブデをね、追加で2機配備して、ダブデ3台、ガウ2台っていうね、そういう編成に変えていきます。変えています。では、いつものように、迎え撃つ作戦でいきましょう。はい、これで攻略完了になります。実はケンプファーをね、失ってしまいましたが、やっぱり前衛一機のエース機を置いておくと格闘3発入れられるとあっさり沈みますね。なので前衛にエース機1機編成は少し考え直した方がいいのかなというふうに思いました。というわけでね、今回はじゃあセルバ攻略完了しましたので、一旦ここまでに、させていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続き、よろしくお願いいたします。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。